うっす、ごごちです。トゥーノース。なんか南が向けないらしい。やっていこう。このゲームには人の死を想起させるシーンが含まれています。ひらがないけど、想起ってわからんやろ。漢字が読めへんような子は。どうしても南に行けないゲームです。物を通り過ぎて北へ進んでしまうと、調べたい場所に戻れないことがあります。でもそんな時は気にせず先に進んでみてください。交代のネジが外れてると。オロチドッポ。トゥーノースの世界へようこそ。お久しぶりです。ノース。ノースっていう名前ない。まずはスーツの動作を確認しましょう。西へ一歩進んでください。いいぞ、そうだ、西だ。ベッドから降りるんだ。ああ、うわ、すごいな。ゲームボーイやってるみたい。北にある鏡を見てくれ。北というのは君から見て上のことだ。A ボタンで物を調べられる。いいだろう、調べてやろう。で、これ、もう南には行けないってことね。鏡が置いてある。おお、なんか、滲み出るメトロイド感というかね。なんか未来感というか。ガスマスクこれ。ああ、なるほど。じゃ、自分の体じゃないってことね。わかった。はい、ノース。私はあなたの移動を手助けする AI です。はあ、ははあ、AI が俺らか。オッケーオッケー。はいはい。自分で歩くことができなくなってしまった。なるほど、なるほど。そういうことか。脳だけ生きてるみたいな。はあ、はあ、はいはい。ずっとベッドで寝てたんや。何があったんやろな。じゃあ下のゴミ箱は調べられへんと。いよいよ明日から北海道旅行だ。あら日本なんや、じゃあ。とりあえず、じゃあ。その調子だ。そのまま歩いて北へ向かってくれ。あ、南を押してみる。ダメだ、そっちを見るな。おお。なぜでしょうか、南を見ることができません。うわ、危ない。なんかが迫ってきてたね。うん。トゥノースの世界。あなたに心残りのある記憶を叶えたい願いがあるのでしょう。人々のポラリスへの願いがこの世界を形作っているのです。ポラリス。はあ。ポラリスへ行くと願いが叶うと。はい。後戻りすることはできません。誰よりも先に北の果てポラリスへたどり着くことです。なるほど。南を向けるようにしてほしいな、とりあえずな。元も子もないかもしれんが。100人が一斉に、すご。はあ、はあ、バトラー系の一種ですね。はあ、ははあ、いや、なんちゃらかんちゃら。あなたのせい、思い出したくない。お、あら、入り口戻ってきた。これをなんか利用するんか。よくわからんから行ってみよう。なにこれ、手紙の束が落ちています。全部捨てたはずなのに、なんか、過去があるな。暗い過去は。拾っておきましょう。なんだか大事な気がします。ここは随分寒い、とても冷えたところのようです。どんどん北へ。はぁ、あ。黒歴史か、辛い過去かの二択やな。雰囲気的に黒歴史ではないと思うけど。大事な友達がいた。それはなんかさ、誤解とかじゃないの。ちゃんとそれは清算したのかね。君。ノース君。いや、意味あるでしょ。見たいな、手紙。強い風が吹いてきました。あ、ああ手紙が。早く拾い集めなくては。全部で8枚。手紙を集めれるとなんかいいことがあるのかな。手紙らしきものは落ちてないけどな。すごい風でしたな。そうなんですよ。教えてほしいな。水族館楽しかったね。あら。友達やな、これ。水族館に行く仲やったんや。あー、飛ばしもた。北極星のことだが、私たちにとっては別の意味がある言葉だ。トゥノースっていう、なんていうの、大会じゃないけど、そういうことね。友達と仲直りするってことかな。まあ、俺は正直南を向けるようにしてくれたらもう、すべてが解決すると思うんだけどな。探索もしやすくなって。てか、なんか、ポケモンで見たことあるな、こういうとこ。これ、脇道にそれるか、脇道にそれよう。なんもねえ。この草ならかき分けて中を歩けるところもありますよ。草むらか。ええー。まあ、かき分けて歩けるけどなんもないね。うわ車が。ここにはいられない。早く北へ行ってくれ。何も見たくない。あら。思い出のある。壊れた車。クラクションが鳴ってんのかこれ。
あららら、らとても見ていられない。手紙あるぞ。お前が初めから出会ってなければあの子はこんなことにならなかった。あら、ゲームだけの付き合いで続け、あ、なるほど、ネットで知り合ったのか。北海道旅行つってたな。手紙っぽいのが。早く来たい、こんなの見たくない。あら、あら、目を背け、でも見ていられない。あ、死体か。これ事故ったのか。こんなありさまじゃ事故ってしまったやな。とても見ていられない。いや、これはあいつと一緒に歩いていた時、交差点の向こうから車が急に突っ込んできて、どっかよそを見てたあいつは私をかばって、そして、あー、でも別に俺が悪い。みなみっていう名前なんか、もしかして。画面はしてる。オッケー。みなみからノースへ。最近ログインしてないから心配や、あ、これでわかるんや。てか、後ろ、南を向くと見れるようになるわ、手紙が。だ、取り逃してると思う、俺。心配になってメッセージ送っちゃったらごめんね。大丈夫、君がこんなにここに来ないの久しぶりだったから。僕も君も、あ、でも男か。同じ間にこのゲームやってるじゃない？もうここに住んでるみたいだよね。それで、この間のことまだ引きずってたりする？あら。あの、君がまた慌ててうっかり迷子になって負けた時の、本当に申し訳ないって手紙だけ残して君いなくなっちゃったからさ。ノース、君ってすごく真面目に責任感がある人だから、僕本当に気にしてないよ。大丈夫だから、僕、君に会いたいよ。ずっとノースで待ってるからね。ゲームの中ってことか。気にしてないそうですよ。それも見ていられない。ゲームやな、これ。トゥノースっていうゲームの中か。うわ、でもさ、事故とは必ず小さな偶然の積み重ねから起こるものです。これは誰か一人の責任ではなかった不幸な偶然だった。だからあなた一人がいくら後悔しても仕方ありません。私がいなければ、ああ。そんなん言い出したらもう全部そうやからな。なるほど。うわ、絶対取り逃してるやん、手紙。ああ、ある。二つ目の手紙、あ、二つ目の手紙。わかった、取り逃してない。南からノースへ。やめろ、読むなと言ったじゃないか。ノース帰ってきてくれて本当によかった。また一緒に遊べて嬉しいよ。前にも話したけど僕も君と同じで一日中このゲームをやってる。とノースはいいゲームだけどマルチでスクワットを組んだ方がやっぱり100倍面白い。ノラのチームには君みたいにうまくサポート全然できないし。つまり君がいてくれなきゃ僕は楽しくないってこと。それに君と僕とは不思議なくらい話が合う。大昔から友達だったみたいに。君みたいな人が同じクラスにいたらよかったのにな。毎日一日中話せるよ。ノースこれからもよろしくね。いつも一緒に遊んでくれてありがとう。めちゃくちゃいい仲やな。まあ、幸せというかだった分ね。あー、なるほど。あら。なんかポケモンで見たことあるな。こういう施設。写真撮るよ、ほらこっち。あら。もう思い出したくないのに忘れられない。お南を見るのが大事やな。三つ目ね。南からノースへ。ああ、勝手に読むがいいさ。ノース、君はサポートがめちゃくちゃうまい。僕が困ってる時、いつだって駆けつけてくれるし、あのシールドの出し方とか、味方がコンパス使う時の周りの警戒の仕方とか。もしとノースが設定通り本物の競技だったら君、プロの選手になれると思うな。君は大人っぽいし、物知りだし、とノースの世界の設定にもすごく詳しいし、君みたいなかっこいい人がよそでは友達一人もいないなんて全然信じられないよ。ああ、僕いつか君と直接会って話せたらいいのになって思う。せめてゲームの中ではいつか君をポラリスに連れて行きたい。君をがっかりさせたくない。僕、君のために頑張るから、優勝した時のお祝いのこと考えといてね。君にかっこいいと思われたかったな。なるほどなぁ。はぁ、あ。あ、なんかある。お前が殺した。うわ。俺じゃねえよ。俺は悪くねえ。俺は悪くねえ。車が勝手に突っ込んできたんだ。俺は悪くねえ。そっちを見るな。なんだ、みなみは許してくれないだろう。だから、みなみっていう名前の荒野からみなみが見えないってことなんやろな、多分な。あ、動けねえ。なんだ、そっちを見るな。あ、なに？来たら早く鍛えてくれ。私にあいつと話す資格はない。早く鍛え。あれはただ友達だと思います。もう一度話さなくていいのですか？
そうよな、俺もそう思う。しょっちゅう見るの。横目で見よ。進むしかねえ。早く鍛えてくれ。頼む、お願いだ。私にあいつに合わせる顔がない。私があいつの全部を奪ってしまったんだ。きっとあいつも私を憎んでる。そうに違いない。全部私のせいなんだ。考えすぎやって。ほら、ついてきてるのがもう答えやって。みなみ。AI 君がみなみって言う。いなくなってしまった。鍛えてくれ。ポラリスはもうすぐそこだ。そうなの？そうなの？不思議です。この方角を見ようとすると体が引きつって動作が止まります。なるほど。振り返るのは私は鍛え行くんだ。なんか裏面みたいで、すごい。一定時間で切れるな。いい。四つ目、南からノースへ。この間の話って本気？ポラリス取れたら二人で一緒に旅行に行こうだなんて。おお、ポラリス取れたんや。だって北海道旅行に行くって書いてたもんね。ああ、そうね。うん。とにかく鍛え行くゲームだから北海道へと。なるほどね。すごいエモいことをしてるな。僕も会いたいって。両親に話したらきっと、言っていいっていいと思う。僕いつも君の話してるから。でもそう。まずはポラリスを取らなきゃね。あら、なんかあんのか。体になんか、障害があったりとか、病気やったりとかするんかな。AI君ありがとう。とうとうたるついたな。え？ポラリス。ええー、めちゃめちゃすぐ。大丈夫？なんか某秘密結社みたいな。ああ、ポラリスの力を借りる権利がある。あ、もう横にも行けない。私の願い聞いてください。自分の罪を償いたい。力を与えよう。あ、なんだ？あ、また部屋やん。おいおい、南に行きたい。手紙ある。ここは病院ですか？そうか。AI 君、この先に窓がある。おいおいおい、やめとけよ。現実の世界では私は眠り込んだままでいる。ベッドのすぐそばから見えるあの窓から自ら飛び降りることもできない。だからここは私の心の世界、私の後悔でできた世界だ。目を閉じて思い描く幻の中でならどんな願いでも叶う。私は南を知らせた自分が憎い。これはあいつのための復讐だ。私はあいつと同じ目に遭わなければならない。私はあいつと同じぐらい苦しい、辛い目に遭わなければならない。そうしなければあいつはきっと私を許してはくれないはずだ。さあ、来たい。あの窓へ向かうんだ。いやいや、望んでないって南は。なぜですか？やだよ。なぜ南に向けないのですか？あなたは何を恐れているのですか？抵抗しよう。こうあなたの想像の世界、夢の中ならば、そうよ。あなたは自由です。こうして私を作り出しているように。そう。私はあなたの一部です。そして私は南に会いたい。うん。俺も会いたい。私は怖い。あいつが私を憎んでいることを知りたくない。夢の中でまであいつを失ってしまうのが恐ろしい。いや、だから夢の中なんやったら、その、いい南を出せよ、じゃあ。やれやれ、飛んだ育児だしですね。これまで重ねてきた後悔が怖いというのなら、もう一度確かめてみたらどうですか？ほら、あの手紙、もう一度読み返すんですよ。手紙は全部で8つです。これまで4つ見つけました。探しに行きましょう。まあ、そのためにはまずあの窓から落ちないといけませんが。そうな。あれ、無理なんや。来たい！無限の彼方へ。ああ、怖っ。音。実際もすごいって言うな。何がとは言わんけど。はいはい。目が覚めたようだな。なんかもっと別の方法でリセットできひんのか。心残りがあるのではないですか？ループしてるってことね。私は何度でもポラリスを目指すんだ。どうやら運命は決定しているようだな。これは運命に抗う物語。あ、現実世界ではありません。あなたは猫が逃げてます。答えを見つけない限り、ここから目覚めることはできません。裏面に入るとセリフが変わるんや。知らんかった。わあ、来ないでくれ。あ、なんか、戻ってきてしまったようです。いや、今、はめられてたよな。トゥノースというマルチプレイヤーゲームの中の話です。ここではあなたの想像でできているから、本物のトゥノースとちょっと解像度が低いです。あら、ちょっと話変わってるね。人間は思い悩め悩むほど同じところを堂々巡りする生き物です。この部屋ね、何度でも帰ってきますよ。今までと同じように。どうしてこんなに寒いのか分かりました。あなたの心はあの日の北海道に置きっぱなしだからです。なるほど。
5つ目の手紙です。南からノースへ。ああ、じゃあこれ、やっぱループしないと集まらないんか。ごめんノース、僕は君とは会えない。本当にごめん。僕、家の外に出られないんだ。中学の頃から今までずっと。重い病気とかじゃない。でも、なんでだかは僕にもわかんない。ああ、なるほど。こもってるのね。体育は得意だった。足が速かったから。僕の番が来た時、靴も転んで転んじゃったんだ。1位だったのに一気にビリになって、結局負けた。ああ、こいつも、ああ、南とノースは似てるね。うん、思い込んでやっぱ全部自分のせいみたいな。ああ。あらららら。そんな僕に1台のパソコン買ってくれた。なるほど、なるほど。ああ、そう、かけっこの思いから、1位になりたいと。なるほどね。でも似た者同士だね、ほんまに。6番目。直すか、みなみ。これはあなたからの手紙ですか？おう。みなみ、私も君と同じだ。どうもかも同じだから、どっから一緒だと言えばいいかわからないくらい同じなんだ。うちは規則の厳しい昔ながらの進学校で私はうまく馴染めなかった。学校にいて誰とも一言も話さずに家に帰り、また学校へ行って、ある日突然ぶっつり糸が切れたみたいに自分の部屋から出られなくなった。私はいつも孤独だ。仕方ないから頭の中に想像の友達を作ってずっとそれと話してる。だから君が初めての本物の友達なんだ。私も何年もずっと自分の部屋から出られなかった。でもどうして君と友達になってから、ゲームの外でも同じ世界のどっかに君がいるのだと思ったら、いつか世界のどっかで君とすれ違うこともあるのかも、と思ったら、君に会えるかもと思ったら、私は外に出られるようになった。南、君が私を変えたんだ。そして私は君に会いたい。一度だけでもいい。いつか君と。一番大切な友達に君と直接会って一日中話したい。それが私の夢なんだ。だこの前振りがあって、事故ってっていうのがあるからってことか。なるほど。あれがあったからこうなってるんですね。ポラリスとは果たさなければならない使命だと言いましたね。あなたのポラリスとは一体何ですか？友達の仇を討つことだ。ああ。でも、車のやつじゃなくて自分ってことだよね。ん？手紙。何からノースへ。ノース、やったね。あ、ポラリス、取った時の手紙か。なるほど。うわぁ、まだちょっと手が震えて、手字がちゃんと、もう打ててないってことね。あ、違う、震えてて字がちゃんと打てないようか。ポラリス優勝。いや、テンション上がってるな。随分取り乱していますね。うん。あの時は本当に嬉しかったな。私もこんな感じだった。あ、これ、あれか。草かき分けて入る意味が。はい。最後の手紙です。僕今日、靴履いて玄関から出たんだ。うちから開いてるすぐ、角を曲がったところに自販機があって、そこでコーラを買った。ほら、今、ツノースとコラボしててアイテムのコーラついてるから。母さんびっくりしてた。北海道君となら行ってもいいって。引きこもり高校生二人で心配らしいけど大丈夫だって説得した。旅行の費用は将来バイトして返すって決めた。だから僕も君に会えるの楽しみにしてるから。空港で待ってて、会いに行くから。憎む手紙。そんなことないよ。本望やったと思うで。恐ろしい記憶。気がつけばあの時のことばかり思い返して。そらそうやろな。せっかく外に出た思い出がこれやもんな。本当はどうすればよかったのかいつまでも考えて苦しくなる。やっぱこの気にしないメンタリティって大事よね。その、なんていうの、気にしないことがいいというわけではないけども。ゲームがやっぱ出会いを作るというかね。ネットが出会いを作る時代ですから、今は。こういうこともあるでしょう。ある意味、こう、なんていうの、心の治療にはなってるかもしれんな。こういうことは、まあ、たまたまの事故ですから。これネットで出会ったとか関係ないからね。じゃあ、南くん、絶対なんか話したがってるって。私への罰なんだ。なるほど。まあ、一番きついっていうような、こういうループというか。同じことの繰り返しが。さあ、どうだ。それでまた窓から飛び降りるんですか？いいから鍛えてくれ。また同じように戻ってくる気がしますよ。あなたが繰り返す限り。うん。さあ。頑張るんや。手紙あるわ、ここに。この部屋の出口は南側にあります。ほう。期待、あの窓へ向かうんだ。バカ野郎。バカ野郎、お前、南へ。入り口南だっつってんだろ。あら、話し合う余地がない、こいつと。
ノース、一つ言いたいことがあるのですが、南に向けないのはなぜですか？あの影はあなたの友達だと思います。なぜ怖がっているのですか？許してもらいたいなら直接謝ったらいい。私にはもうあいつと話しかくはない。私はひどいことをした。それにここは現実じゃない。南はもうどこにもいない。あの影は私の妄想だ。君だってそうだろ？その通り、ここにあるのは全部あなたが想像した心の中のものです。でも私たちはあなたがここにいてほしいと願っているからいるんだと思います。だったらあの影もそうじゃないですか？なぜ向き合えないのですか？やめろ！あ、え？勢いで南向けてもうたあるやん。克服したか、ついに。究極を完全の生物に。窓から飛び降りるくらいの勇気があるなら南にも向かえるはずです。でも私は怖い。大丈夫。あなたは強い人です。南がいつもそう言ってましたよ。ほら、もう行けない。理由はない。南へ向かうんです。そうか、言ってましたよって。まあ、AI がこいつの想像やから、そらそうやな。知ってるもんね。行け！うわ、なんかゆっくりしか進めへん。こいつの足取りの重さを表してんねやな。北島さん、あなたのせいではないですよ。ほう。あの子、え？もしかして。ママや。あの子も仲のいいあなたと一緒に入れて幸せだったと思います。だからどうか思い詰めないでくださいね。あの子は外の世界で負った傷を抱えながらずっと家の中で過ごしてきました。でもあなたの話をするときのあの子はとても楽しそうでした。あなたがあの子を新しい世界に連れ出してくれたのです。北島さん、どうか、あなたが目を覚まして、うちの南との楽しかった旅行の思い出を話してくれるのを待っています。うわ、ちょっとなんか泣きそうになってきた、俺が。ちょっと泣きそう。お、南と今度初めて本当に会うことになった。何年も毎日一緒に遊んで、とうとう物理的に出会う。不思議な感じだ。いつかポラリスを取れたら、一緒に旅行行こうと前からずっと話していたのだ。ああ、来週が本当に楽しみでたまらない。私にも相棒がいたらいいのにとずっと思っていた。ノースのキャラクターは頭の中にコンピューターがいて、それを話すことができる。だから私も、日常で暮らしているときずっと一人頭の中で空想の AI と話していた。南と友達になってからやめたが、私は今また孤独になってしまった。だから AI 君、君を呼び戻したんだ。私は大した怪我じゃなかった。病院に運ばれ一度は目覚ました。ぼんやり天井を見てたが、南のご両親がやってきて、枕元にあの手紙を置いていった。なるほど、気にしないでねと。それで何が起きたか全部わかった。私はあいつのいない世界に帰りたくなかった。だから目を閉じて戻らないことにしたんだ。あ、じゃあもう、精神的にロックしちゃって、その、意識がなくなっちゃったんや。ええ。私は怖い。南は決して私を許してはくれないと思う。私があいつを無理やり外に出させた。そしてひどい目を合わせた。無理やりじゃないやん。まったくわからずやな、こいつ。私はいつもあいつの足手まといになって邪魔ばかり。私はあいつから奪ってばかりだった最後の最後まで。うるせえ。そんなこと思ってねえだろ。あなたが勝手に落ち込むたび、南は気にしないと言っていました。なぜそれを疑うのですか？いつになったら南のことを本当に信じられるんですか？いいえ、やっと信じられたからついに勝利できたのではないですか？さあ、もう一度あなたの友達のことを信じてみたらどうです。ノース、南へ向かうんですよ。でもあれやな。AI が言ってるイコールこいつの脳内のことやから。こいつも立ち直ろうとしてんねんな、自分でな。痛かったはずだ、苦しかったはずだ。あいつはきっと私を恨んでいる、憎んでいるはずだ。いや、助けれてよかったって喜んでるよ。友達を守れてみたいな。ノースさんへ。突然すみません。こんにちは。いつもマッチングするミーナミです。ああ。あ、一番最初の。あなたのサポートがすごく良かったおかげで、初めて20位に入りました。本当に本当に嬉しくて、とっても言いたかったんです。あ、じゃあどうしても言いたかったんです。ありがとうございました。うわ、ミナミとの、やりとり、思い出。ノースさんへ。3位へ。つけなくていいって言われたけど、やっぱ変な感じなので、つけます。さっきの戦いひどかった。まさか本当にこんなすごい上位の争いに入れるなんて。ノースさん、あなたのおかげでここまで来れて僕本当にすごく嬉しいです。それでまさかあの最後の戦いの大事な時にまさかあなたが、西と東を間違えて迷子になって終わるなんて、僕なんだか安心しちゃいました。あのチャンスでめちゃくちゃ緊張してたの僕だけじゃなかったんだなって思って。まあなんか人間味を感じたってことやな。僕たちと一緒なら、そのうちポラリス取れるんじゃないかと思うんです。だからまた明日もトノースで待ってるから。気にしてないよと。ノースへ。ああ。1年経ったら3も取れるわな。この間去年のメッセージ見返してたら君に敬語で喋っていて笑っちゃった。君と会う前のこともうめちゃくちゃ昔に感じるよ。うわ。ノースへ。北海道、まず1日目は小樽の水族館でペンギン見たいんだ。全然言うこと聞かないペンギンのショーが、なんかそんなんあるって言ってたな。それって北海道やったっけ？写真いっぱい撮ろうよ。40年くらい経ってヨボヨボになった時。同じ場所で同じポーズでもう一枚撮って見比べたら多分面白いよ。あ、そういうのいいよな。やってみたい。
ああ、こういう話いつまでしてても楽しい。まあ、今までの文がね。ノース、君は一体どんな人なんだろう。めちゃくちゃ真面目でいつも真剣で責任感があって。あと、かっこいいものが好きでいつも一生懸命かっこいいって思われようとしててバレてるわな。でも、トノース何年もやってるのに実は方向音痴で。時々意外とぼーっとしててうっかりゴールを取り過ぎちゃったりするところが面白くて。あ、面白いとか言ってごめん。嘘嘘。でもそんなところが大好きで、こんなに君のことを知っているつもりでいるけれど、まだ全然足りない。きっと顔合わせて話したらもっとたくさん君のことがわかるだろうな。大好きやな、南。ノースのこと。僕今まで優勝とか一番とか勝つことにしがみついてた。あんなに一番になりたいって何年も思い続けてやっと悔しかった、ずっと悔しかったのに。気づいたら勝負に勝つことより君と一緒に遊べることの方が大事になってたんだ。だからやっとついにポラリスを取れたのかもしれない。誰か君といて楽しい。でも君が失敗しても憎んだことなんて一度もない。うわぁ、言ってくれてるよ。それで最近思ったんだ。あの運動会のリレーの時、本当は誰も僕のこと怒ってなかったのかも。僕はただ自分のことがどうしても許せなかっただけなのかもしれないって。あら、南はもう心の治療が完了しとるな。手紙が落ちている。南からのお世話。これはなんか恥ずかしいから君に怒らないで手元に残しとこうと思う。君が僕に会いたいって言った時、僕本当はすごく怖かった。ゲームの中とは違う何にもできない弱い僕を見て、君は幻滅するかもしれない。君ともう友達いられなくなるかもしれない。でも僕も君に会って話してみたい。一度だけでもいい。君に会えるなら何が起きても後悔はしない。君は僕をプラレスに連れて行ってくれた。僕も行かなきゃ。ノース、君に会うために。あ、南。あ、南って呼んだ。ついに。感動の再会やん。どれぐらいぶりなんかわからんけど。うん。一人ことでも謝りたくてこんなことになって本当にごめんって。南。あ、ハグしてくれ。ああ喋らないけど。ハグはしてくれた。伝わるよ。ああ消えちゃった。伝わったよ。南の思いはね。ああ。そうか。そうだったな。何年も一緒に戦った本当の友達なのに、こんなことも分からなかったなんて、私はバカだな。本当にバカだな。AI 君、私はもう大丈夫みたいだ。ここから自分で歩いていくよ。ここまで連れてきてくれて本当にありがとう。いや、まあ、立ち直れてよかったな。ようやったで。ん？ A のさよなら、私の役目は終わりです。それから何年か経って、ツノースはアップデートを重ね、さらにプレイヤーを増やし、大人気コンテンツやないか。国際大会を得られるの、e スポーツになった。すごいやん。あ、ね、これノース？選手の一人、北島愛は、チームへの優れたサポートで活躍。愛っていう名前なんや。大会で優勝した時、ゲームエリアのインタビューに北島はこう答えた。ツノースは私にとってかけがえのない友達を与えてくれたゲームです。私が勝ったのはチームのみんなが支えてくれたおかげです。それからこの交渉料を、私の一番の友達、青山みなみさんに捧げます。I have みなみ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いします。